意識が低かった。どう考えてもマネジメントの責任です。市民に迷惑かかる。なんか今大きなため息が聞こえる。私はダサいと思います。噛み合わない。止めますよ。それでアイビスさん書いた記事、これを読まれて市民にうまく伝わったかどうか、市長はどんな風に感じておられますか。読まれたでしょ、今日の新聞。伺ってみたいと思います。昨日の一般質問を受けての記事、私も拝読しました。非常にうまくポイント、要点を掴んで凝縮してあった記事だという感想です。ただそれが市民においてどれぐらい理解してもらえるかというのは、やはりまだまだわからないような気がしています。なぜならば、この街の形が変わるというのは、そんなに簡単なことではなく、時間をどうしても要します。先ほど長期的だとおっしゃったんですが、私の個人においては長期的なイメージは持ち合わせていませんが、市においては常に長期的な視点で取り組んできています。ちょっと分かりにくい表現なんですが、何を言いたいかというと、誰がやっても私ではなくてもきちんとこの街が前に進んでいけるようにする、それが私が就任して以来取り組んできた方針です。なので究極的には、なんか昔若い市長がいたかなぐらいで私は一向に構いません。何か自分の名前を刻みたい、足跡残したいなどとついにも思いません。だから何なんだ、そんなところに私は誉れを感じないので。そうではなく、昨日もお話しした通り、ここに帰った理由、帰ってきた理由は別にあります。単なる私の自己満足です。育ててもらったので恩を返したかったと。それができれば私としては、個人としては満足できるので、あとは市にとって今だけじゃなくて、もっと先まで見据えてです。市にとって、市民にとって、より良い形、これに向かってほしいなと。なので最後質問に返して終わると、市民がなかなかそれを感じられない、そういう面はあると思います。でもそんなもんでいいんじゃないでしょうか。市民にどやという主張、私はダサいと思います。まあ首長になるとね、わしがやったんだと見たい人が多いんでしょうね。だからそういった意味でもそういった感覚なんで、まあ伝わりにくい部分はあるでしょうけども、淡々といろんな改革ができるんだろうなという思いがするんです。まあ、質問の方もほぼ丸2の方にも入ってしまっているように思うんですけども、政策の関係で言いますとですね、この間の令和5年度の補正予算の時に、私たまたまその水道のことで、佐伯課長に質問したら、まあ、予算がないんで故障したら直すんですという答弁をされました。あ、そこまで市の職員の皆さんも、いろいろ危機感を持った予算組に対しての取り組みをしているかな。まあ、そんな風に言うと、市の職員の皆さん、お前市長派の困ったらだけそんなことを言うんだというふうにおっしゃるかは分かりませんが、別に私は市長派でも何でもないんですけども、感じたんですね。市の職員もそこまでいろいろ意識が変わってきてる。例えばさっきの話で言いますと、当初予算は組めんけども故障したら直すんだ、それはギリギリの選択でしょう。ただそれが壊れて市民に不利益が来るような予算組じゃいけないということだと思うんですよ。でもそこまで突き詰められて予算のシーリングされたら、やっぱり職員の予算組のプロになるんだと思うんですよ。ここの部分はどうしても市民に迷惑かかるような故障につながるんで、ここは予算がないといってもどっかを省いてでもこれをするんだと。だから職員の皆さんも今回の補正予算見て、ああプロになっていってるんだなというのを感じたんですよ。私は感じたんですよ。だからそういった意味では、そのことが市民にも伝わっていくんだと思うんですよ。だからそういう政策として、市の職員の意識改革は進んでいるというふうに受け止めておられるのかどうか、改めてお伺いしたいと思います。安芸高田市として組織の意識改革は確かに進んだという実感があります。これは語弊があってはいけないので正確を期して言うんですが、熊高議員は職員のとおっしゃいました。少しやはり違和感を覚えます。職員そのものはそんなに大きく人員をメンバー変わってません。さあ
定年で抜けた方もいれば入った方もいたり、あと出向で出入りもありますが、基本的には長く職員で勤めてくださってる皆さんです。なので職員個人の意識がなんか前が低くて今上がってるようなことはないです。そうではなくて組織としての意識が低かった、それはあると思います。ただそれは職員個人の責任じゃなくて、どう考えてもマネジメントの責任です。究極のマネジメント、ボスは師匠です。その点において私は師匠の役割というものは非常に大きいという感想を持っています。職員個人は今も昔も基本的にというとちょっと失礼かな、思いがあるかな、非常にもう真面目が服を着ているぐらい真面目です。皆さん誰よりもこの市のためを思ってますし、現状であれば強い危機感を持っています。いかにそれをうまく機能させるか、推進力に変えていくかというのがおそらくマネジメントの仕事なんだろうと、そのような認識を持って職に当たってきました。なので、職員のというよりも組織の意識が上がったというのが私の評価になります。まあ、そうすればそんな風に受け止めた方がいいのかなという気がしますので、まあ、組織があって職員があってという両方が噛み合って初めてものが動くんでしょうか。まあ、そういった視点で改めて今後も見させていただきたいと思いますが、そこで昨日秋田議員がおっしゃってた地域との関係、特に住民自治組織との関係、これがうまく噛み合わないと。熊田議員に申し上げます。通告から外れておりますので気をつけていただきたいと思います。政策論ということなんで、ここの括弧2にも政策論を含めて多くの市民がどうなんかということを書いてありますので、私もうまく書いたつもりなんですよ、どこへ行っても言うのに。だから止めますよ、それで。いやいや、だから中に書いてあることを言ってるんで、幅が広くわざとしてありますから。で、元に戻しますと、政策を進めるためにはやはり熊田議員に申し上げます。熊田議員に申し上げます、はい、わざと言われておりますか。いいえ、予定通りで言ってます。通告通りの質問をしてください。はい、市民が一緒にできて初めて政策というのは実現できるんで、だからそういう意味で市長がいくらいい政策を職員と作っても、やはり最終的には市民と連携をして、やっていくということなんですね。そのために秋田議員昨日おっしゃったのは、住民自治組織に行政としてしっかりサポートすべきじゃないかというようなことをおっしゃったんですが、秋田議員も後言ったんですが、初めから自治組織は行政から支援をされたわけじゃないですよ。ちょうど川根が72年の2月水害の前に組織を作ったんです。よく皆さんは水害の後に作ったというふうに勘違いされてますけども、水害の前に作った、たまたま水害があって、その水害を自治組織で復旧を力合わせてやったという。その時は行政は一切支援はなかったんですよ。支援がないから金はこのままじゃなくなるから、我々自身で立ち上がろうと言って立ち上がったのが川根振興協議会ですよ。それをちょっと言い方は悪いかからんですけども、その後その当時の市長さん、町長さんが、住民自治組織というのは今後必要なんだと、そこにあと行政も一緒になってやりましょうと、で新しい政策を国から持ってくるときも住民自治組織がそれをやってくれるから予算を持ってくればできるんだというふうな形で、行政の政策を積み上げていったんです。だから石丸市長おっしゃるように、もともとは行政からの支援なんかなかったんですよ。ないからこそやったんです。で今は、時代の変化とともに、その当時は90年ぐらいには国の予算もボンボン切った時代ですし、物を作る時の箱物を作る時の時代にちょうど90年代はありましたから、そこを住民組織が言うんで予算を持ってくれば一緒にできるでしょう、だから提案をしてくれれば予算持ってきますというのは行政との対話だったんです。でもそれは今逆にその箱物がお荷物になっているというふうになっているんですね。ですから自治組織のその原点に戻すような仕組みをですね、住民にどう伝えていくかということが今大事だと思うんですよ。そういった意味では改革で、先ほど南田さんが言われたような
いろんな箱物の回復も含めて縮小した上で、お金をできるだけ少ないなりに産んで、そのものを住民と一緒に本当に必要なものをやっていきましょうというのがこれからの政策だということなんですよね。私はそんな風に受け止めたんですよ、昨日から見るの。これで間違いないですか？お聞きしたいと思います。熊高議員に申し上げます。通告外の質問なんで答弁はどうしましょうか？近いところで近ければやるんですか？近いところなしに。でも全然関係なくもないんですよ。ほとんど関係ないです。市民の受け止めというところでは、まあ、それはまあ言いがかりといえばそうだろう。議事は読まれてる。熊高議員どうしましょうか？じゃあ続けて質問してください。通告通りの質問をしてください。住民と行政との連携をした政策、それを実行するためにはどのようにしたら、このマスメディアも含めて連携していくことによって可能だと思われますか？通告の出発点は7月の記者会見の動画だったと思います。そこから話の展開として市民にそれがどう受け止められるのか、ないしは届いてるんだろうかという、そもそも論に移ったかと思います。今のちょっと尺長かったんですが、市民に対してそもそも政策をどのように伝えるのか、反対に市民からどのように要望を受けるのか、その手法を問われたと勝手に整理をしてみました。その意味では実は昨日まさに秋田議員の質問の中でちょっと最後噛み合わないというふうに言われてしまったところであるんですが、執行部としては枠組みを用意しました、設けました。自治懇談会ですね、市民と直接市長が執行部が相対する場を設けますと。ただし二元代表制をないがしろにはできないので、必ず議員の方が同席してください。この立て付けによって市民の代表代弁者たる議員と市民対執行部、これが成り立つというふうに整理をしています。その意味で市からのコミュニケーション、市とのコミュニケーションにおいてはやはり議員16名もいらっしゃるので、議員を仲介役としたコミュニケーション、主には自治懇談会ですね、これをぜひとも活用していただきたいと思っています。でもしそこまでいかない何か個別の要望があるんであれば、それも議員の方が率いてくださればお受けします。実はお受けしてます。これまたたまたまですが、秋田議員が携帯電話の電波が通じない俯瞰地域の課題を、何とかしてくれというお話があったので、それを受けて市としても改めて検討した結果、今事業が進んでいます。ですので、なんか今大きなため息が聞こえて、市長続けてください。聞いてよろしいですか？はい。ですのでコミュニケーションの手段というのはいかようにも存在しています。存在できるようにしました。なので市民の皆さんにはまずコミュニケーションができるんだと、取れるんだと、それこそ議会の全業に頼らなくても大丈夫なんだと、そのあたりをお伝えいただければ、何か違った印象がまた市民に芽生えるんではないかと思っています。まあ、市民との懇談会は1回だけ私もやって、それからなかなかできてないんですけども、まあ一番でもあったように議会としての課題もまだまだありますので、そういったテーマで逆に絞って、まあ全体の議会というのはこの間懇談会やったんで、テーマを絞ってそれに興味のある方が集まって懇談会するという形にしていけばなというふうに思ってますし、それが必要なら市長も参画してもらってという形になればなということも考えていますが、まあ、今おっしゃったようにそういった形を進める上においては当然協力をしていただけるということでよろしいんでしょうか？お伺いして終わります。私もでまた話を戻しておかないといけないですが、そもそもの質問はその今の状況ですね、記者会見、その動画で反響、これが市民に対してどう届いているのかどうか、でその意味で私はあまり届いてないと感じています。なぜならば昨日も言いましたか、高齢化率が4割を超えている町ですので、その YouTube であり SNS を介した情報の拡散、この影響というのはどうしても限られると思います。ただです、これだけ全国的な反響になれば、いやが応にも市民に届くと思います。
ただその届き方はいろんな雑音が混じったり、そもそもの音量が小さくなっている懸念もあります。だからこそ最後確認をされましたが、市民に気になっている方たくさんいると思うので、ぜひこの機会、絶好のチャンスだと思います。執行部、市長と相対するそのシチュエーションを設けていただければ幸いです。ぐちゃぐちゃになってしまったような感もありますけど、以上で質問あります。熊高議員のように議論ができる議員が街を良くすると思う人は高評価、若い市長に対して拒絶ではなく学ぶ姿勢を持てるのすごいなと思う人はチャンネル登録をお願いいたします。前編の動画とともに熊高議員と市長の連携プレーは見ていて心地よかったですね。前編は概要欄にあるので見てみてください。